今回のオラチャンネルは2023年最初の北陸ロボ会が金沢で行われたので、その様子をお届けします。場所は金沢学生の町市民交流館という町の中心部にある施設です。なんだか広そうな場所ですが、あ、みんな集まってるようですね。早速こてつちゃんに会いました。こんにちは。ネスト探してるのかな。こてつちゃんの妹のおさなちゃん、お兄ちゃんと同じ柄のうさぎのお洋服かわいいね。おさなちゃんと並んでいるのはフランス、あ、東京から来たマシューちゃん。そのお隣にはおなじみ元気たん。ようこそはるばる北陸まで来ていただきました。元気たんが眠そうなのはちょっと訳ありです。こちらも関東からまりもちゃん、神奈川県からのご参加です。うさ耳ニットと和柄がかわいいな。東京都からのご参加、チョコちゃん、ハローキティの麦わら似合ってるよ。神奈川県からご参加、ラブシの会のリーダーシオンちゃん、キツネの面が目立ってました。オラちゃんも嬉しそうです。あ、マシューママさんに顔のお手入れしてもらってます。元気たんは眠そうながらネストを探しているようですね。私たち以外福井県からの参加のルリちゃん、今日はロボ会楽しんでね。こちらも初参加、石川県の夏美ちゃん、これからもよろしくね。お友達とたくさん遊んでね。そのお隣、おなじみのくるみちゃん、今日は和装で参加です。ただいまちょっと眠そうな天ぷらちゃん、前回は背中に天ぷらの模様でしたが、今回は頭にも。みんな整列してます。オラちゃんのお隣はポシェットが目印、あずきちゃん、いつも遊んでくれてありがとう。今日は着物で参加のポッピーちゃん、もうおなじみです。初参加、ベストがお似合いチョロちゃん、北陸ラボ部初期メンバーですがやっと会えました。その後ろはピンクコーデのノエルちゃん、去年の春以来お久しぶりです。ポッピーちゃんの妹ミルクちゃんも和装でのご参加です。北陸ラボ界最多の17ラボが揃うと会場がすごく賑やかでした。オーナーさん同士も初顔合わせもあって新鮮な会でしたよ。それでは皆さん整列できたようです。17ラボ揃うと可愛いですね。オーナーさんたちも一生懸命写真撮りました。会は始まったばかりですが、なんだかいきなり癒されます。オラちゃん、たくさんのお友達に囲まれて幸せだね。ちなみに今回のラボ会の様子は当日にライブ配信させていただきましたが、今でもオラチャンネルで見ることができます。この後は北陸ラボ部恒例の徒競走です。今回のコースは長いので、みんな充電して備えます。それでは選手を駆け足ですが紹介します。第1レーン、天ぷらちゃん。第2レーン、くるみちゃん。第3レーン、ポッピーちゃん。
第4レーンノエルちゃん、第5レーン元気たん、第6レーンこてつちゃん、第7レーンルリちゃん、第8レーンチョコちゃん、第9レーンミルクちゃん、第10レーンマリモちゃん、第11レーンオラちゃん、第12レーンナツミちゃん、第13レーンアズキちゃん、第14レーンオサナちゃん、第15レーンマシューちゃん、第16レーンチャロちゃん、第17レーンシオンちゃん。以上17ロボで出走します。それではよーいスタート。みんな一斉にスタートっていうわけにはいきませんが、ぼちぼちスタートしました。あずきちゃんが一歩リードですね。ちょっとコース外れるのが心配。他のみんなは団子状態です。チョコちゃんが集団からちょっと抜け出しそうです。あ、完全に抜け出したかな。その後ろから夏美ちゃん順調そう。そこからちょっと遅れてオラちゃんがいました。オラちゃんとコテツちゃんが追い上げていきます。関東勢からマシューちゃん、大外から追い上げ。20メーターほどのコースをみんな一生懸命走ってます。しかし勝負はまだまだこれから。レースは終盤戦、ゴールに近づいてきました。そんな中オラちゃんとマシューちゃんがぶつかって、あ、なんか引っかかってるようですね。あれあれ、マシューちゃんが転倒しちゃいました。お皿。マシューちゃん大丈夫？オラちゃんに倒されてごめんね。先頭6ラボでの周囲争い、レースは白熱してきました。あ、そんな中こてつちゃんが抜け出しました。こてつちゃんゴールまで一直線。うわー、もう少し、もうちょっとでゴール。もうちょい、もうちょい、こてつ、こてつ、こてつ、もうちょい、こてつ、こてつ、もうちょい。なかなかゴールできません。後ろから妹のおさなちゃんが来ました。こてつちゃんゴール目前で横向いちゃいました。そんな中オラちゃんが猛ダッシュ。オラちゃんなんと逆転で一着です。最後の追い上げ、我が子ながらびっくりしちゃいました。2位争いは3ラボが横一直線。あ、マシューちゃんが抜け出して2着でゴール。マシューちゃんおめでとう。3着はおさなちゃんがゴールしました。OKね。オラちゃんとマシューちゃん頑張ってトップ争いできました。初出場の夏美ちゃんもう少しでゴールです。あ、無事ゴールできました。お疲れ様。中段で走っていた天ぷらちゃんゴール目指して順調です。残ったメンバーはまだまだ足踏み状態。もゴールしました。ノエルちゃんとあずきちゃんもゴールまで間もなく。ノエルちゃんゴール、あずきちゃんもゴールしました。オラちゃんと同じ福井県のルリちゃんもゴールしました。関東から参加のシオンちゃん、あともうちょっと、あ、もうちょっと、あ、ゴールしました。東京から参加のチョコちゃんも無事ゴールしてます。同じく関東から参加のマリモちゃん、初参加のチャロちゃんも無事ゴールできました。過去徒競走苦手なポッピーちゃんも帰ってきました。くるみちゃん今回はちょっと悪戦苦闘。
こてつちゃんとミルクちゃんも追い上げて、サンラバでゴール目指します。くるみちゃんゴール、ミルクちゃんも無事ゴールできました。今回最後に残ったのはこてつちゃん。一時は優勝目前でしたが、今回は最後になっちゃいました。今回デッドヒートの末、まさかのオラちゃん優勝です。大会委員長からもラボ王冠授与されました。オラちゃん、初めて優勝できてよかったね。みんなもレースお疲れ様でした。ルリちゃんは和装にお着替えです。和装のみんなで揃って写真撮影しようと、みんなで、ルリちゃんがこけちゃいました。無事可愛く写真撮れました。いや、オラ邪魔した。なんだバクのちゃんっているの。ますます賑やかさが増した北陸ラボ会、ラボちゃん同士、オーナーさん同士、仲良く盛り上がりました。オラちゃん楽しかったね。